エドワード・クラーク・ポッターはアメリカ合衆国の彫刻家である。乗馬する人物像や動物の彫刻で知られる。ニューヨーク公共図書館本館の前にある2体のライオン像が有名で、このライオン像は大恐慌の時代のニューヨーク市長によって忍耐と不屈と呼ばれた。コネチカット州のニューロンドンで生まれた。マサチューセッツ州ハンプシャー郡のエンフィールドで母と姉と暮らした。 母親の希望で聖職者になる訓練を受け、イーストハンプトンの神学校で4年間学んだ。1882年にアマースト大学に進んだが、1年ほどで美術に転じ、ボストン美術館の付属美術学校でフレデリック・クラウニンシールドやエミール・オットー・グルントマンから絵を学び、トルーマン・エイチ・バートレットから調査も学んだ。 1893年シカゴ万博の展示。前方の女性像は、フレンチ作、後方の建物の屋根の木場像が、ポッター作1883年に彫刻家、ダニエル・チェスター・フレンチの女子として働き、1887年から1889年の間は、パリに渡り、アカデミー・ジュリアンで、アントナン・メルシエやエマニュエル・フレミエに学んだ。 この時期動物の彫刻などを制作し、パリ滞在中にサロンドパリに何度か出展した。1893年のシカゴ・バンコ博覧会には、師匠のダニエル・チェスター・フレンチと共同で何点かの彫刻を制作したが、これらは石膏やセメント、繊維を混ぜたスタッフという耐久性のない材料で作られ、現在は失われた。1893年に、 全米彫刻協会の創立会員となり、1894年にアメリカ芸術家協会の会員となった。有名な作品のニューヨーク公共図書館本館の前の2体のライオン像は、ポッターの素像をもとにピッチリリ兄弟がテネシーさんの大理石像を制作したものである。2体のライオン像はそれぞれレオアストルと、 レオレノックスと呼ばれていたが、1930年代の世界恐慌の後、ニューヨーク市長となったフィオレロ・ラガーディアが、恐慌に対して示した市民の資質を称えて、忍耐と、不屈と解明し、それが定着した。1902年から、コネチカット州のグリニッチに住むようになり、1922年には、グリニッチに第一次世界大戦で戦死した軍人、 レーナルシーボーリング大佐の像を制作した。グリニッジにはアメリカの印象派の画家たちや芸術家が集まってコスコブ芸術コロニーを形成したコスコブ地区があった。1912年にグリニッジ芸術家協会を設立し初代会長になった。1923年にニューロンドンの別荘で死去した。ありがとうございます。